特集です。パリオリンピックの開幕まで5ヶ月を切りました、うん、早い早いですね、はい、楽しみですけれども、代表内定県勢1号となったのがこちら、ボクシングの岡澤セオン選手です。岡澤選手がこれまで前例のないプロのアマチュアボクサーとして活動するわけとは。趣味のカレー作りも取材しました。パリオリンピック代表内定県勢1号となったのは、鹿屋市を拠点とするボクシング71キロ級の岡澤セオン選手、28歳です。嬉しくてあんま覚えてないんですけど、うーってその何回見て本当これしかないんですよ。言葉にならない喜びがあったんです。岡澤選手は去年10月のアジア大会で優勝し、2大会連続のオリンピック出場を決めました。お邪魔します。そんな岡澤選手にとって息抜きとなっているのが趣味のカレー作りです。よし、美味しいカレー作るぞ。時間がなかったんで、まずは鶏のもも肉にヨーグルト、ニンニク、生姜、そして4種類のスパイスを加えていきます。これも何入りました？3入りました。3ですか？2なんだ。鶏肉はよく揉み込んで一旦冷蔵庫へ。次に最も重要なトマトベース作り、たっぷりのバターにスパイス、ホールトマトを加え混ぜていきます。おいしいパンを作ろう、生きてるパンを作ろうってか知ってます？大変ですね。えぐいっすね、ずっとそれ持ってんの。いや、早く作り終われよって思ってます、まだかかるんで安心してくださいです。冷蔵庫で寝かせていた鶏肉、砕いたナッツをフライパンへ。そこに先ほどのトマトベース、牛乳を入れます。仕上げにパクチーを添えて、めっちゃ出た。完成です。岡田さんの特製バターチキンカレー、自慢のカレー、出来栄えは？おいしいおいしいおいしい。基本的にはバターチキンカレーなんで、なんかこうそのまろやかさあるんですよね。僕はずっと一つの場所に固定だったりするカレー屋さんやってたかもしれない。最近は全国放送の番組出演も多い岡澤選手、来たる食リポに向けて準備しているそうで、うますぎて人生初の KO されちゃいそうです。味にパンチが効いてます、ボクシングなだけに。で、あとにトイレ行きますって言って、めっちゃ効いてるじゃんって。めっちゃ効いてるって。びっくりした。山形県出身でガーナ人の父を持つ岡澤選手、小中学校時代はレスリングに打ち込み、高校からボクシングを始めると、大学時代には国体で準優勝しました。鹿児島に来て才能が本格的に開花すると、東京オリンピックにも出場、世界選手権では日本人初の金メダルを獲得しました。鹿児島来て結構人生が変わったんで、自分にとっては本当にこう、なんだろう、第二の故郷だなと本当に思ってるんで。鹿児島に来て6年、中身はすっかり鹿児島人です。海外遠征とか行ってると、帰ってきたら鳥刺し食いてってなるんで、県外で飲む時も芋焼酎ちょっと飲んじゃいますね。そんな岡澤選手を県内の複数の企業が支えています。しっかり入ってますね、はい。
岡澤選手は3年前からプロのアマチュアボクサーとしてスポンサー収入だけで活動しています。そこにはプロボクシングと比較されることの多いアマチュアボクシングの現状を変えたいという思いがあります。プロボクシングとの違いはご覧の通り、アマチュアっていう名前がゆえにこうプロボクシングの下って見られちゃうことが、それが僕が一番悔しいことで、やっぱりこうどっちが上でもどっちが下でもなくて、本当にこう同種類のこう対等な競技だと思ってて、ただアマチュアボクシングの大学卒業後の受け皿は少なく、才能ある若い選手がプロボクシングに転向してしまうケースも多くあります。同じぐらいのお金がアマで稼げたら、アマで強いんだったらアマにいるわけじゃないですか。それだけプロボクシングが魅力的な世界で、アマチュアボクシングが魅力的じゃない世界だからと思うんですよね。それを変えたいから僕はこの世界に残りたいし、そういう下の子たちがこう安心して目指せるような、夢を目指せるような業界にしたいです。そんな岡澤選手の考えるアマチュアボクシングの魅力とは。めっちゃ綺麗で美しいんですよ、アマチュアボクシングって。ピューって来てギリギリで避けて、ギリギリで当てて、それギリギリでまた次も避けるみたいな、数えながら見てほしいですね。こっちが何発当てた、こっちが何発当てた、5対4だなとか、それはもう自分の基準でいいんで、俺はこれ当たってると思わないとか、でもこっちの人はいや今の当たってるでしょ、これが面白い。アマチュアボクシングを見るきっかけに自分がなりたいという岡澤選手、パリでの金メダルに期待です。